中鳥島は、徳島県美馬市美馬町中鳥にある吉野川の中洲。中鳥島は、1726年の大洪水で、南岸から切り離された吉野川川口から約58キロメートル上流に、位置した約45ヘクタールの川中島である。当地は、天文年間から明暦年間まで中鳥村に、明暦年間より、半田村に属した。 1934年6月1日に旧半田町から九十清村に編入され、編入当時の個数は43個、人口225人であった。吉野川の築堤工事が実施されるにあたり、1982年に全島買収による住民移転の同意がなされ、1988年から1989年にかけて島内に残っていた28個が県内外へと、 移住した。島内に鎮座していた医者、波神社は、1992年10月7日に、現在の場所に配電し、神殿を新築落成している。この際に、島内にあった中鳥城主の墓も現在の医者、波神社に移築された。かつて島内に鎮座した医者、波神社の東側には、吉野川の氾濫に悩まされてきた島民の避難場所となっていた中鳥城。 本丸跡、島民が生活用水として利用した池が、現在も残っている。また、旧中鳥神社境第一南側には、半田神社高等小学校中島文教所があり、十気吉村への編入に際し、児童は、十気吉村立へ、清西神社高等小学校に編入している、ことを示す資料も残されている。中鳥島、日本観光復興協会、 2018年11月20日閲覧、医者、波神社現地案内版、ありがとうございます。